こんにちは、えっちゃんです。今回はですね、自分の自画像鉛筆だけでやっていきたいと思います。昔高校生の時は現役だったのでしっかりねデッサンとかもやってたんですけれど、もう約10年やってないので、今回は頑張って顔を描きたいと思います。ちょっとね不安なんだけど頑張ってやっていきたいと思いますよ。さて、じゃあ早速描いていきましょう。鏡でね顔を見つつやっていきましょう。でまずは顔をしっかり鏡でね見ながら描いていきます。はい、ざっくり今回はデッサンっていうかアウトラインから入っていってますけど、まあ、普通デッサンって全体的な陰影から始めるんですけど、今回デッサンじゃなくて自画像を描くっていうだけなんで、まあ、簡単にそれっぽく描ける方法でやっていきたいと思います。薄いところと濃いところをね分けて描いていきたいと思います。I can't wait till sundown cause my body's aching. I just wanna dance, I just wanna dance. Don't you wanna party? Standing in the crowd feeling your heartbeat. Everybody's carefree, everybody's carefree. Don't you wanna party? Standing in the crowd feeling your heartbeat. Don't you wanna party? Don't you wanna party? Staying out all night feeling like we're young. Acting like tomorrow.To lose my mind, I'm going crazy. Lately, I've been feeling every day's the same. So I'm just gonna close my eyes and pretend that I'm not here. Cause I just wanna dance, I just wanna dance. Don't you wanna party? Standing in the crowd, feeling your heartbeat. Everybody's carefree, everybody's carefree. Don't you wanna party? Standing in the crowd, feeling your heartbeat. Don't you wanna party?You wanna party? Staying out all night, feeling like we're young. Acting like tomorrow.延々と描き続けて、だいぶ顔は出来上がってきましたね。はぁ、疲れた。ポイントはですね、もう完全に鏡を見て描くなんですけど、明暗を特に意識した絵になります。なんで、鏡を見てるときに、部分ごとにしっかり見るみたい。もう、ここだけ集中的に見て描く、ここだけ集中的に見て描くみたいな感じで、まずは明るい部分、光の当たってる部分の中での明暗を描いてから、暗い中での明暗、ここら辺とかですね、影の中でも明暗があって、明るい中でも明暗があるっていうのをすごく意識しながら描いてみました。簡単なやり方でやってます。
いということで完成。まあなんかいい感じに描けた方なんじゃないでしょうか。髪の毛のこの感じとか、肌のね、こういう。このね、口元とか細部の陰影とかは、かなり上手にできたような気がします。まあ、この描き方すごく簡単なので、簡単っていうか、普通のデッサンよりは簡単なので、似顔絵描くときは楽しいです。はい、ということで完成したのがこちら。じゃん、どうですか、似てますか。かなり時間かかったんですけど、まあ頑張ったということで、今回は以上です。他にもあの人の似顔絵描いてほしいとか、デッサンやってほしいっていうのあったらコメント欄によろしくお願いいたします。それでは皆さん、バイバーイ。高評価、チャンネル登録よろしくね。